どうも、モコと申します、ね、ついに8月15日アップデートがね、実施されまして、まあ、なんか昨日夜ぐらいか、夜1時から7時の間にかけてアップデートが行われたようなんですけども、このアリーナという項目追加されてますね。今回この2ピック、このルールが追加されたの、これ完全初めてです。はい、今回やるので、なんかその入場特典とか、あとなんかそのストーリー攻略特典とかで、チケットが今4枚あるんで、2枚組のカードを選択し続け30枚のデッキを生成し、5回対戦を行う特別なバトルです、ということで、チケットで入場してみようと思います。せっかくなんでやってみましょう。使用するクラス、ネクロマンサー、あれこれ何、ネクロマンサー、エルフ、ヴァンパイアだけなの選べるのが。じゃあとりあえず俺得意なヴァンパイア選びますか。ヴァンパイアで、え、何これ、どちらかのカードを選択してください。それは右でしょ。あ、こういうこと？え、面白いな。はい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 。ゲリオン、ダークサムナー、まあ、フォロワーは欲しいしな。フォロワーは欲しいし、左だぞ、これ。あ、ワードローブレーダー、あ、でも右には夜の群れがあるのか。ちょっと重いけど、で、ワードローブレーダー欲しい。レイニーデビル、スイートヴァンパイア、サキベス、ナイトメア。右だろ。ブラッドレイジ、スイートヴァンパイア、デモンスナイパー、キラーデビル。左。血の取引、血の取引欲しいな。エンジェルバレッジ、ここはあれか。右全部、ニュートラルか。エンジェルバレッジあったら刺さんじゃねえか。わかんねえ、もう。獰猛な魔獣、これ欲しい。あ、アルカード来たけど、右も結構優秀だな。まあ、でもアルカード必須でしょ。さあ、ちょっとマナカーブがいい、なんか、3がピークなんだけど、マナカーブの。うごめく狩猟、インプランサー、ベノムコブラ。ベノムクロコブラなんか必殺のやつだっけ。右だな、これは。アルカードもう一枚欲しいっすね。鮮血の花園はいらねえんだよな。ブラッド、あ、これ右だな。ブラッドルフ。ベルエンジェル、デモンストライク。これ左が欲しい。これ右。なるほどね。最後にこうやって重いカード出てくると。まあ、ニュートラルか、そのヴァンパイアのレアカードかっていう選択か。でも、サタン選択肢に上がってんだったらな、かといって、やはり裁きの悪魔とかって安定してるカードだし、そもそもこれ左行っちゃったら重すぎるんで、右でしょ。うわー、なに、これで何？第一戦？一応デッキコード、生成しておきますね。はい。箱3分のみ有効。これごめん、みんなに関係ねえや。はい、マッチングしました。相手を早速使ってんじゃん、なんかもうリーダースキン。ドラゴンってこと？私は天空の覇者、ダークドラグーン。え、ちゃんとセリフあるんだ。しかも手札いい感じじゃね、これ。拳銃のなんとかって確かあれだよね、復讐状態だと11のやつだよね。ダークサモナーが、で、こいつ進化すると3、3上がるやつだ。さあ、高校なんで、さあ、ここ、まず今、重要。高校なんで、このアップデート後から2枚ドローできます。はい。いいな、フォルテが動いてるな。フォルテがなんかすごいバウンドしてるけど、大丈夫あれ。ここは一気に決めたいっていうのはありますからね。ブラッドウルフで召喚して出していきましょう。だから相手の手札が事故ってるとか、相手がいいカードないとか、そういうところもまあ読みの。うわー、でもいいカード持ってやがった。なるほどな。ここはちょっと、止まろう。一旦止まる。次、ダークサモナー。ダークサモナー。ここはちょっと除去せずに止まります。だから、普通だったら、ああ、もうこうダメだなっていうところでも、その相手の手札とか、カード次第では、あ、いけるやんみたいな状況にもなり得ると。来
北漆黒の契約来たけど、このゲリオンってなんだ？アミュレットを破壊する、これゴミだろ。ドラゴン相手に全く意味ねえじゃん。ここはじゃあダークサモナーの進化使いますかね、早速。早速使っとくか。早速使っとこうか。近畿って素敵よね。進化すると3、なんか3ダメージ食らう代わりに、禁じられた力よ。こいつは通常でありえない進化後の上昇をします。はい、とエンジェルバレッジとか持ってそうだな、相手普通に。ワイルドハント、なるほど。こんな姿になるなんて。トリニティドラゴン進化か。進化しなきゃまずいと思うが、進化してこない。ブラッドレイジ言っとくか。除去できねえもんな、トリニドラゴンな。ブラッドレイジは除去します。で、剣族の召喚、あ、すみません、ミスりました。はい、ごめんなさい、ミスです今の。これもう一気に決めるか。ベルター進化するわ。おい、復讐状態にはちょっと持って、あ、でも次のターン持っていけんだな、これ使えば。ただもうこれワンチャン次のターンで終わるぞ。敗北を認めよう。敗北あっさり敗北認めやがったこいつ。じゃあまず一勝ですね、これね。お、300ポイントも上がるの。拠点へ戻るって何？拠点って。あ、これで第2戦も、あ、じゃあこれもう一気に5000やっちゃいますか。2戦目ですね。うわー、ロイヤルだ。ただ、ロイヤルとはゆえ、デッキが崩壊してる可能性もあるんで。アルカード引いてきたか。一応2枚入ってんな、このデッキ。でも結構まあ、いいね。バランスが。ここはちょっと丸カードを除去して、まあいいんじゃないですか。先行やし。でもこのルールってさ、あれやな、レジェンドとかってやっぱ限られた枚数しか入れられないわけじゃないですか。てか、レジェンドがないわけか。レジェンド必須の場合、ほぼ必須ではないかもしれんけど、レジェンド欲しいよねっていう、とこの、ロイヤルとかって結構不利じゃないか。だって乙姫もない、オーレリアもない、ね、あのなんかあいつもいないわけでしょ、椿とかも。うわー、出上がった。ただここはブラッドレイジで破壊していきましょう。先制ダメージ与えていく。結構スペル除去系のカードも多いな、これ。シールドエンジェル。血の取引来ました。これどうした、シールドエンジェルちょっと除去しときたいな。除去するか。シールド除去しよう。希望の光、まだ。なんか嫌な予感がしたんですよね、あれね。アサシン、ケンタロス・ヴァンガード、そしてアサシン進化と。そろそろ復讐にならんとな。ブラッドウルフ引きましたか。どうしよう、進化で顔殴ってみるか。それがまあディアボリックドライブも使えるけど、もったいないしな。血の取引で一旦カード引いといて、お、あるカード引いてきた。ブラッドレイジ、てか、何気にブラッドレイジ3も入ってんのか。ファンファール、復讐ならプラス2する。微妙なカードなんだよな。ここはブラッド、いや、ちょっと待ってよ。ファンファール、復讐状態のカードを1枚引く。まあいいや、ブラッドウルフ進化で、顔殴る。お手調べだ。
これで多分相手は除去を優先してくると思うんだが、なんか進化2回あるからな、向こう。ホワイトジェネラルが、でも、ああ、そっか、いるんだ、相手、指揮官が。指揮官じゃねえ。兵士が。で、フォアジェネじゃ除去されると、ああ、きつい、ちょっとこれきつい流れだ。しかし、復讐状態になりましたと。ここはちょっと生かしたい。この復讐状態は生かしたい。これは生かしたいですね、ぜひともね。ディアボリックドレイン、まず使いましょうか。4打目。まあ、ここはでもやっぱりこういうやつを倒していくと。2回復しました。まあ、一応全員除去できるな。ブラッドレイジで、まあ、こいつを次除去。レイニーデビル召喚して、1枚カードを引こっか。で、もうターンは終了でいいや。でも、まあ、全然機能してるな、ちゃんと。ちゃんと復讐が生きてる。あ、ノービスルーパー。やばい。戦場をかけましょう。兵士徴収。さあ、顔を殴って返す。進化はじゃ使ってこない。よし、来た。さあ、ここだ。デモンストライクも来たか。あれ、アビスビーストでもアンチャンありな。あ、でも相手失踪いたらもうきついもんな。やっぱアルカードで進化するのが優先的か。ここは。アルカード進化が優先やな。我らは選ばれし闇の血統なり。使命っぽいのは嫌い。我が意志はまだ終えない。よし、進化は一個温存しよう。でアビスビーストこいつなかなかいいぞ。復讐なら相手フォロワー1体に5ダメージ。兵士徴収、ヴァンガード、ノービストルーパー。あー危なかった。さっきアルカード出さなかったら負けとったな。そして相手は進化を温存してくるか。進化温存、よし。サキュバス、相手のリーダーに2ダメージ。ただ回復がないんだよな。アビスビーストとはどうしよう。ここちょっとどうしようかな。アビスビーストやっぱでかいね、フォロワーに使いたいって正直するんで、ここはですね、デモンストライクと、アルカードでこいつ除去して、デモンストライクでノービスト除去、で、サキュバスを召喚、で、相手にダメージを与えると。まあ、手札も、あ、でも手札、言うて4枚か。あ、負けた。何の意味もなかった。許しません。貴様の力を認めねばな。クソめ。3戦目です。またドラゴンか。退屈させて先行。家族を守るために。でもなんかさっきから手札はすごいいい感じに回りそうな予感を漂わせる感じなんですよね。デモンストちょっといらんな。なんか引きたいな。ウォーメクシロはまあまあいいんじゃないですか。やっぱレジェンド必須になってくるデッキは弱いよね。レジェンドとか金カードとか。ドラゴン、ロイヤルって言うてその辺なくてもまあ戦えるからな。割とそのなんか配布カードがすでに強いみたいなところあるんで。次ドンパイを出します。でも大丈夫だ。これはむしろ美味しい。アルカード、とりあえずでも買うでしょ。ファイヤーリザード2体目。よし。まあまあ、除去してくるでしょう、そこはさすがに。
裁き来たけど復讐状態で出したいな、正直。復讐状態で出してな、裁きのアグマは。ちょっとこう何も出さずに終了します。いや、素で出してもよかったか。終盤一気に逆転する形を取ろう。デスドラゴン？これで決める。これってあれ？ゴリアテの上位のやつ。デスドラゴンか。ブラッドレイジ。これいかんせん復讐状態じゃなきゃ使えないカードばっかなんで。相手のフォロワー一旦に4ダメージ。自分で、あ、ここもう終了やな、ブラッドレイジ。いや、でも一応このブラッドレイジ与えとくか。まあ、デスドラゴンなんて普通じゃ入れないよな。エースドラグ、あー、これきついぞ、エースドラグン。アルカード。ディアボリックドレインでエースドラグンかな。ただこれでちょうどあいつが殴ってくれれば覚醒じゃない、あれになるんで、復讐になるんで。フォルテ、え、フォルテとかあんの？落としてみよう。あんねや、フォルテって。ゲルヨン、アビスビーストが刺さったのにな、復讐やったら。アルカードとりあえず出すか。アルカード、まあ、雑に使ってもいいんじゃないかな。次死にそうな気がする。なんか次死にそうな気がするな、このデッキ。フォルテ2枚はさすがにないやろ。あの、回転量持ってたら負け。神竜セーフ。殴ってこないんじゃない、多分。あ、進化するイコール殴ってくるか。多分フォルテが多分除去できないカードだからってことかな。だが甘い。しかしここはブラッドレイジの方が得策、いやー、そう、得策だな、ブラッドレイジの方が。で、裁きで殴って回復の方がいいや。アビスビーストじゃあ除去できるだけだもんな。これでフォルテを破壊、そして裁きの悪魔で神竜を破壊。結果的に多分アビスビースト出すよりも回復もできるし、2体とも除去できてるしっていう。慈悲も傭兵を持ち出しておらん、刈り取ってやろう。で、さらに次アルカードからの回復ループで、リバイアスさん、竜の方向、これは痛い。よし、でかいですね、これ。アビスビーストが刺さる。で、さらにこのレイニーデビルでドローしていく。いいぞ、今の進化されたら逆に困ったからな、俺。オッケー、いい流れだ。だいぶアドバンテージ取ってんのじゃ、これ。意外と、てかいいカードやな、このアビスビーストな。ゲリオン。お互いのフォロワー全てに1ダメージ。なるほど、1体除去してきたか。ただこれは、まあ、アルカードもいるし、アビスもおるから、これ結構いい感じになってる。でも、ゴブリンマンドでもうぜ。あ、しかし進化してこない。ワードローブレイダーか。こいつに進化を使ってやるっていうのは、
これゲリオンがほんまただのフォロワーやからな、これ。ワードローブレイダー、アルカードかな、アルカード、ベルエンジェル、で2体で力合わせて除去するか。まあこっちフォロワーは減らないんで、エンジェルバレッジとか来たらちょっと嫌ですけど、ドラゴンウォーリアー、なるほど、なるほどな。でウォーリアー進化でしょ。怪人とかせ、何かいいカード引くしかない。振り合え、おお、振り合えか、振り合え、面白いカード引いてきたな。これ実ワードローに進化使わないと、トリニティ倒せないんですけど、こいつ進化したところでこいつ倒せないから、もう振り合いでいいや。世界に演奏で振り合いにこの高スタッツで少し本気を出す、相手をじいじい削っていくか。こいつかわいいな。そして相手に1ダメ、そして俺がカードを1枚引くと、相手は除去を優先しないときつい状況になってきた。これでファフニルできたらビッグするけどな。氷結の、うわー、クソみたいなカード入れやがって、てめえは。でもこれ振り合い倒せないんじゃないか、相手。振り合い倒せなかったら俺の勝ちだよ。はい、勝ったー。気持ちいい。振り合いが決まった。はい、終了。で、終わり。振り合いを甘く見たな、お前。いや、いい貸し方だった、これは。振り合いが刺さった。退屈しのぎ。はい、4戦目。またドラゴンが、どんだけドラゴンいるんだよ。またドラゴンに対しては負けてないからな、今日な。しかも先行取っていく。このルールやったら、ぶっちゃけここの方が有利かもな。アルカードはちょっといらんな。デモンストライク一応残しとくか。マナカーブがマジで毎回いいねんけど、俺。てか何気に表記変わったよな、これ。これさ、コストと攻撃と守備のなんかこの、変えてる場所変わりましたよね、なんかね。おぉ、アルカードも引いた。ダークサモナーはぜひ進化させて使いたいよな。竜の託戦。まあでもサキュバスは召喚しておくに越したことはないはずなんで。ここで例えばプリズンドラゴンとかできたらデモンストライクがちょうどいい感じに刺さるのかなと。運命の泉、うわ、こんなカード入れてあかんのか。運命の泉だと面白いカードを入れてやがるな、お前。これやったらさ、こう言って除去した方がいいよな、多分な。でうごめく狩猟とダークサモナーを2体同時召喚しておく。素敵よね。一回サモナーで進化して顔殴るってやりたいんですよね。ちょっとお得感を味わいたい。三つ伸びるっていう。ドラゴンなんて開いた。アイラ。アイラ進化ですね。今なんか一瞬ちょっとバグった。大丈夫、一緒なら。やはりダークサモナーは倒してくる。剣毒の召喚。まあ、アイラぶっちゃけ無視でいいからさ。とりあえずこう殴る。
なんか恥ずかしがらないでいいのよ。進化すればワンチャンこれもデモスト圏内に持っていけたりするのかな。ちょっとこれはなんていうの、ニュートラル特有のなんか全体に1ダメージみたいなカードが出てこなければいいんですけど、またね、あえて除去するか相手を。お、これもしかして進化して俺のもフォロワー除去するだけって言うんだったら俺勝ちやぞ。大丈夫、一緒なら。ルフ長、あ、勝った、勝ちました、買ったわ。はい、小手調べだ。うし、3勝目結構検討してて、かドラゴンに対して負けへんな俺、割と検討してへん か、 なんか戦い方がどっちかというとなんかアグロっぽいっすよね。お、ルピー退屈。はい、マッチングしました。あ、ここに来て初めてビショップと当たった。先行来い、来たさせてくれるなよ。そしてこのハイパイ5000とももう見事にマナカーブに恵まれてた。さあ、あとは展開次第や。漆黒の契約があるのいいよな。もう今回まだ出させてないけど、もうナイトミアいいぞいいぞ。これやっぱアグロっぽいですね、このデッキ。お、聖なる願い。この辺はなかなか。ですね、ここどうしようかな。まあナイトミアでいっか。ナイティングミア出します。さすがに陽光ないよな、2ピックで陽光とか出てこないですよね、ビショップ。なんでこれ。あー、なるほど、カウントビショップなんか。バロン結構強いぞ。ただバロンが出てくる頃にこのアビスビーストが刺さるか。あ、でも能力で変だ。あいつなんか自分の能力で選択できないみたいなやつだったっけ。ちょっと調べていいですか。目を閉じて。こいつの効果で出てくるバロンってタップできへんやないかい。バロン、あ、やっぱ相手の能力で変、選択できないわこいつ。なるほど。うわ、リザードマン、うわー、うぜ。リザードマンはうぜえが、しかしブラッドレ、あ、シールドエンジェルも引いたか。ただここは攻めたいので、あと進化されたらこいつ厄介なんで、もう当然こいつを破壊します。目を閉じて。進化可能と相手は3枚ドロー。教会の守り手とかやめてくれ。あ、しかし進化してこない。そのターンで進化を使わねえのはどうなんだ。ワードローブレイダー、ここはこいつを出してもあまり意味がないので、やはりここはね、ちょっとこの進化後のステ、高ステータスを見せてもらおうか。ダークサモナー、皮膚の色変わりすぎやろほんまに。禁じられた力こいつ一人だけチートしてるからな。これは相手は何か俺に対して言うことがあるか。ダークサモナーで顔殴れたら一番いいねんけどな。これ結構勝てるんちゃうか。このルールやったらやっぱアグロが強いわ、多分アグロが強いと思う。この守護がなかなかいい仕事するんじゃない。ペガサス死の宣告、う、なるほど。ただこのターン攻撃できる。サキュバス、
フォロワー増やすのも、あ、デモンストライク引いた。これすげえいいカード引いたわ。え、てかちょっと待って。お任せください。禁じられた力よ。んー、まだリーサルじゃないな。リーサルではないのか。だったらまあフォロワー増やせばいいか。ね、さあ、いいこと、目を閉じて。1足んなかったっすね。ただこのターン相手がバロンを召喚した上にこっちの、あーでもいい、ダークサムナー死ななかった。このターン多分2体とも除去されるんだろうけど、あーヒーリングエージェ、これはうざい、これはうざすぎる。しかしアビスビーストもいるぞ。バンバン召喚してくんな。で多分ヒーリング進化で、でも相手はどうにかしてこのダークサモナーを倒さないときついぞ。これで決めます。こっち進化してくんのか。正義の心が私の力で。てかそうか、バロンがまだ攻撃できへんのか、この状況。え、ってことはこれ勝ってへん。アビスビーストで爆破を取ります。それともがまだ1個余ってるからな。なんかいろいろできんねんけど、まあ、せっかくなんでやっぱにね、除去できるアビッシングビースト使うか。アビッシングビースト、アビッシングビースト いっとこう。でこいつで進化することによって、少し本気を出す。あ、そっか、まだ復讐じゃなかった、すんません、忘れてました。でも別にいいじゃん、別にいいんだよね、どのみち。これで正解っちゃ正解でしょ。うん、デモン圏内に持って、デモンもしくはアルカド圏内。ただ一番嫌なのがやっぱ回復。ここでなんだっけ、あの大修道場が来たらちょっと泣くけど俺。除去されるだけならまだいい。てか復讐状態であることを忘れるってどういうことや。ではないことを。一応デモン圏内までは持ってこれたからな。死の宣告、よし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 。こいつ来なきゃ勝ち。こいつら、よしよし、勝った。私に力を。4勝1敗って、まあ、なかなかいい成績じゃないか。なるほどな。ここはちょっと、じゃあアルカードで決めるか。アルカードで、アルカードで決めましょう。アルカードでね、我らは選ばれし闇の血統の。はい、ということで最終的な結果といたしましては、ヴァンパイアで4勝1敗ですかね。それによる得点は一体何なのか。報酬受け取り、結構熱いんじゃないの、この金の宝箱。おお、あ、こういうやつなん。俺こういうの大好きやねんけど。勝てば勝つほどこれぐらい豪華な報酬もらえんねや。うわ、こういうやつなんか。これちょっとギャンブルやな、なんかね。これは嬉しいわ。はい、ではですね、ちょっと僕多分2ピックハマっちゃうと思うんで、今後多分2ピックの動画増えるかもしれないんですけど、まあ、また後々まあ、いろんな動画アップしていこうと思いますので、あとで、アップデート来たからちょっと、ちょっと、でっかく課金もしようと思ってるんで、よろしくお願いします。はい、ではこの動画はとりあえず以上で終わっておきましょう。ありがとうございました。